はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。僕です。さて皆さん、あの悲しいお知らせがありますね。なんでしょう、あのガララアジャラを今回討伐する予定だったんですけどね、まあ見事ね、皆さん見事ね、倒したんですよ僕ガララアジャラもう討伐済んじゃったんですよね。ね、実はね、動画撮影しててね、ちょっと悲しい事件が起きまして、ちょっと見ていただきたいんですけど、皆さん、ちょっと見てください。いきます。はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。僕です。さて、今日はね、ついに討伐です。ガララアジャラの狩猟です。チコバーさんから頼まれた、この、お分かりですか？お分かりですか？じゃあちょっと未来の、ね、この動画進めてみましょう。ね。はい。あ、頼む、本当にいないんだ。ちょっと待って。え、これってなんかもし、あいつが地面に潜って隠れてる。お分かりですか？ね、倒し終えて、動画をさあ、確認しようと思って見たらね、この画面ですよ。ね、僕の今、悲しみが分かりますか、皆さん。さて、まあ、とはいってね、まあ、倒さないっていうのもあれなんでね、今から倒したいと思います。ガララアジャラの狩猟、行ってきます。くそーマジで。マジで。もうガララアジャラ大っ嫌い、俺。行ってきます。さて、皆さん、改めまして、どうもこんにちは、こんばんは。おはようございます、僕です。で、ガララアジャラを討伐せよということでね、見事倒したいと思います。さて皆さん、お気づきでしょうかね。今回、いや、この動画始めてね、ようやく初めての体力満タンじゃないですか、これ。いいですね。スキル体力プラス25がつきました。そして、ガララアジャラを討伐すると食料レベルがね、なんと上がるんですよね。やったーくっそー、マジでマジで悔しい、なんかいろいろと。まあいいや。で、ね、というわけで、倒しましょう。ガラララララララを飛ばせよ。行きましょう。ね。さて、2回目ということで、ね、早々手こずることはもうないと思います。ね、皆さん。ね、ガララジャラね、もうもちろんね、ゼロ落ちで討伐しました。本当です。信じてください。ね。嘘つきませんよ、僕は。本当ですよ。本当ですよ。まあ、死んだとしても、まあ、死んでないって言っとけば、まあ、みんなわからないわけでね。死んでませんよ、本当に。ね。そんなこんなでね、まあ、今回もガララアジャラをね、さっくり倒したいと思うんですけど、そう、こいつを倒してから俺は気づいてしまった。ね。やっぱり、3段です！ふざけんな、こいつ。意外とね、体がでかい、ね、面積がでかいってことは、やっぱ3段の効きがね、すごく、いい感じがするんですよね、皆さん。痛い。そんな知らない。ね。だから、尻尾当たって顔も当たって、なんか、至るところにこの、当たってる感じするよね、みんな。で、これがいいんですよ、皆さん。ね。すごい、顔突き出してきてる。何こいつ。俺のこと好きなのかな？女の子が唇をうーって伸ばしてキスしてくるかのような。あ、これメスだわ、これ。あ、惚れてますわ。俺にほのじですわ、これ。やばい。どんだけ俺とキスしたいんだよ、これ。あ、キス。はい、というわけで、まあ、サクサク倒しましょう。よし。さ、こいつの攻撃は、意外とね、まあ、鬱陶しいんですよね。まあ、案外でも体当たりとかはね、してくる数は少ないんですけど、やっぱりね、してきたね。いや、してきます、体当たり。すごいしてくるんですよ。だから体当たりにね、注意しなきゃいけないんですよね、皆さん。で、やっぱりうざいな、この、鱗飛ばし。ね。この鱗がね、意外とね、遠くまで当たるんですよ。説明難しいですけど、だから意外と当たるんですよね、これ。あ、結構離れたなって、いたつもりでもね、意外と当たるんで、まあそこら辺はちょっと注意したいところですよね。さあ何してるんでしょうか、こいつ。よいしょ、またうんこ飛ばす。あれなんか撃ち落とせるっていうか、落ちてる鱗って、殴ったら壊れるのかな、もしかして。ねえ。ちょっとそこら辺はようわかんない。あ、壊れた。あ、壊れるんだ、これ。あー、なるほど。結構爆発して鬱陶しいな思ったけど、逃げずに、ねえ、そこに向かって、撃てばいいんじゃないですかね、これ。よいしょ。さあ、どうしましょう、これ。逃げろ。よいしょ。あー、やべえ、バカ、やべえ。意外とね、回避距離アップつけてもね、あれ、避けるのしんどいんですよね。行くぞ。乗り込めない。くそ。おし。大丈夫。ここから始まるラブストーリーダウン。何？
ちょ、待て待て待て。まだ始まってない俺のラブストーリー。いや、待て待て待て。これは、これはさよならさよならじゃない。ああうますぎね。あわゆくば乗りかかり攻撃しようとしたけどね。あの、運よく段差があり、そこを使ってね、攻撃に転ずることができました。いいぞこのまま乗り、なに今ジャンプアタックしたら尻尾でペッて払われた感じ。すごい切ないですね。いきますよ、皆さん。乗り込み攻撃乗り込めなぜだこれ、トグロ巻いてるわけにはなかったんだ。ごめんなさい。よいしょ。巻いてます、巻いてます、トグロ巻いてます。ね。あの、ポケモンに言いましたね、トグロを巻くってする。スタージャの最終進化系。ちょ、名前ちょっと失念してしまったんですけど。あの、俺が命名した中ではトグロマンっていう名前なんですけど、あいつ。ね。いいですね。よいしょ。ポケモンだ、これ。ポケモンだ。草タイプだ、これ。いや、炎が効くのか、もしかして。ね。あんま、わかんないんですけどね。よし。とりあえず、弾がないぞー大丈夫よし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 死にそう、死にそう、死にそう。怖い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 。怖いか、お薬の時間です。よし。だってね、前回こいつ倒してるとき何の話題で喋ってたかなと思ったんですけどね。あれ何だったんでしょうね、皆さん。皆さんわかるはずもないんですけど。そうそうそう、あれだあれだあれだ。最近のゲーム実況生主はイケメンですよねって話。ね。わかる。わかる。俺そういう話してたんだよ、ずっと。ね。あ、イケメンだなーっていうね。あ、もちろん、この私、ごめん、嘘ですね。俺以外の人最近なんかイケメンじゃねえかなって、なんか、すごいなんか、なんだろう。すげえ俺、グレてた気する。最近ね、企業とかがね、公式でね、生放送をしてるって言い方あれなんですけど、企業が、なんかいい感じにあれしてるんですよね、なんか。おい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 。なんだろう、宣伝の一環として、実況プレイヤーを集って、なんか、生放送しろや、みたいな。ちょっとこれひどいんじゃない？大丈夫？大丈夫、大丈夫、大丈夫ですよ。で、まあ、そういう企業が広報で、動画プレイヤー、実況プレイヤーを集って、なんか、配信とかしてた、発してるよって話してて、そこに出てくるゲーム実況生主が、結構イケメンばっかじゃねえか、クソがっていう話してたんですよね。切ないね、ほんと。あれだよね、やっぱ、ゲームが上手くて、トークができるやつは、顔もいい、ね。なんで俺は、いや、なんでもない。ちょっと切なくなってきました。あとね、笑い方の話してたの。笑い方の話。なんかね、俺の笑い方が、いつもいつもゲスっぽいとかね。なんかそんなこと言われるんですよね、よく。ね。引き笑いですか。てか、こういう笑い方がさ、ゲスっぽい、ゲスっぽい、ゲスっぽいって、ありとあらゆる方面から言われるんですよ。ね。これ生放送で何度か話題にしたんですけどね。それはもう僕、もうショックでショックで、ね、もう今心が傷ついてますよ、皆さん。君たちの、そのコメントというナイフで、ね、俺のハートはもうボロボロですよ。わかってますか？ね。だから、その、ね、笑い方を直したいと思ってね。どんな笑い方がやっぱイケメンなのって。はははは。ははは。今のイケメンですか？いや、違うでしょ。だめだ、だめだ。なんか俺、引き笑いなんだよね、だから。ね。それはなんか、息を吐くように笑ったらすげえ気持ち悪いことになっちゃうんだけど。どうしたらいいの？なんか、笑い方講座とかないんですか？これであなたも、イケメンに笑い方講座とか。ダメだ。ダメだ。ダメだ。もう引き笑いをね、直したいと思います。さあ、この動画をね、今後一切引き笑いはいたしませんのでね。皆さん、イケメンの笑い方とともにね、この動画をお楽しみください。いや無理だこれ無理だこれダメだ笑っちゃう。いやでも今の引き笑いじゃないって無理やり吐きながら笑ったけどすげえ気持ち悪くなったんだけど、どうしたらいいんですか皆さん。悲しくなってきた。もう やめようやめよう、この話題はね。俺はモンスターを借りに来たんだね。こんなことをしては暇ないんだ、分かってるかお前ら。逃げろー。よしさあ、ガララアジャラのね、この、皆さんね、トグロ膜攻撃、ね。これなんですけど、意外とね、威力高いんですよね、皆さん。皆さん、まあ、多分、知ってると思うんですけどね。死にそう、死にそう、死にそう。あれね、ほんとに、食らっちゃいけませんよ、皆さん。気をつけてください。よし。ね。よいしょ。避けましょう。だからね、もう、巻きつかれたらって困ったら、とりあえず、ダッシュ、武器を納刀する。そして、逃げる。ね。そうしないと、待って。待って、あーっと危ねえ。
こうなりますってなるとこだ。さて、今回またあれですね、乗り込みができてませんね。ね、この最近の動画ね、全くと言っていいほど、乗り込みが成功してないんですよね。ね、もう俺のね、ヘビーボーガンリスナーの方だったらもうお気づきだと思うんですけど、いや、最近乗り込みができてない。ほんとそれが切ないですよ、ほんとに。俺乗り込みたいんだ。頼む。あ、これいいぞ、いいぞ。顔突き出して、キス来い。来るぞ、来ないぞ。さあ、キス顔からのね、乗り込みをしたい。顔にぶち当てたいな、あれを。絶対気持ちいい。来るぞ、来ないぞ。なんでお前地面泳いでんだよ。なんだよ、こいつ。モンスターがこの地面に入り込むって一体どういう原理なの？正直すごいよね。どうやって潜ってんだろうって、ほんと。気になるよ。なんか穴とか落ちそう。お前落とし穴効かねえだろって言いたくなる、ほんとに。いや。落とし穴はまってもそのまま逃げれるだろうって。あ、違うか。落とし穴はネットがついてんのか。なるほど。ネットに絡まってるんだね、あいつらは。ね。よし。あ、ちょっとスッキリした。セルフ自己解決しましたね。いいことですよ。よし。さて、撃ってる弾は3弾ばかりで、今通常弾全然撃ってないんですけど、いいんですかね、これは。なんだこれ。よし。まあ、3弾は多分効きがいいと勝手に信じ込んでいるので、ね、多分効くんでしょう。ね、いや、ダメなのかな？やっぱ通常弾レベル2が一番強いってなんか、コメント見た気がする、どっかで。ね、通常弾レベル2。ね、近距離から撃たれるこの攻撃の威力は半端ないってね。すごい偉い人も言ってました。いや、偉い人っていうのはもちろん君たちのリスナーさんですよ。ありがとうございます。ね、コメントでもあったんだけど、ヘビーボーガンは属性弾とか撃たない。ね、ライトボーガンが属性弾に頼って、ヘビーボーガンは、この弾の威力に、ね、主体性を置いていくって感じなんでしょうか。ね、ヘビーボーガンじゃなくて、ライトボーガンは威力が低い。ね、攻撃力がちょっと低い分、やっぱ属性ダメージによってダメージソースを稼いでいるっていうね、そんなに認識印象なんですよね。おい、今もう決めたらかっこよかったのに、なんでお前ず来るんだよね。さ、今日はね、とりあえず残り時間目標としてはね、乗り込むことですね、目標。あ、来ました、これ乗り込みます、皆さん見てください。いきますよ、乗り込めーどー神かよ。よし、行きます。さあ、成し遂げることができるのか。さあ、いい感じにこいつ、疲れていますのでね、サクサクと切り刻みましょう。大丈夫、怒ってても問題ないぞ、成し遂げたぜ。よし、さあ、すげえ、アングルが悪い。大丈夫。しゃがんでシューはちょっと諦めて、普通に打っときましょう、足を。ほら、必要に足ばかり攻撃。この、なんだろう、足の小指を、必要に狙い続ける。痛いぞやばいなぁ。そういう、なんか、イエーイ！ちょっと待って、この位置悪い、この位置まずい。ちょ、ピヨってる、ピヨタン、ピヨタン、こっち、ちょっと待って。またれ、生きてる。さすが。よし。やばすぎっしょ。ちょ、これ体力回復しとかないと。ちょ、回復アイテム全然ないんだけど。ちょ、バグってる、これ。キス顔すんな、キス顔。よし。さて、応急薬の数はなし。そして回復薬は残り一つとなっております、皆さん。ね。あれ、これってピンチじゃないですか？あれ、これってもしかしなくてもまずいんじゃないですか？さあ、こいつ倒すの初めてです、僕。ね。やっぱり、初見プレイだと、どうしてもね、手こずってしまいますね。いやー、困った、痛い。ああ、どうして抜ければいいんだ、わからない、どうしよう、よーし。痛い、当たっちゃったし、まず。ちょ、待って、回復できないんだけど、どうしよう。まずい、マジで。マジでこれどうしよう。やばいよ、これ。キス顔、よし。俺、どうやって倒したんだっけ、さっき。いや、さっきじゃ、初めてなんですよ、僕。ちょっと待って、マジで待って、ほんと。待って、お願い。ね、ちょ、怖い。ほんとやだ。よし。割とガチで死にそう。ちょ、待って。待って、もうどうしようもない状況。もうやばいって、これ。やばいって、これ。お疲れ様でした。いや、生きてる。さ、さよなら。地面潜ったね。やだ。そういう攻撃やめてほしい。やめろって言ってんだろ、バカ。本当に死んでほしい、こいつ。やばい、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 や
やばい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 怖すぎ怖すぎ怖すぎる。なんだよ俺、なんで俺、火力発電してんのよ。いや、なんだっけ、火力だっけ、違う違う、バカ力だっけ。なんかそんなあったじゃん。猫の、カジバだ、カジバ。カジバだ。なんだよ、火力って。攻撃力かよ。よし、よけ、うまいうまい、キス顔全部よけてるぞ。いいぞ。威嚇してる。いいぞ。待て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 、お疲れ様でした。生きてる。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。まだ俺生きてる。元気だよ。よし。俺まだ元気、行くぞ。あ、リロ、もったいない。あ、もうバカ、カバ。カバ、よけろ、怖い。ちょっと待って。あ、あっち行ったね。さあ、移動しました。さあ、回復アイテムは、あ、薬草あるじゃん。よかった。俺の命まだあるよ。さて、ゼロハウチハンターとして名高い僕です。ね。今日も頑張りましょう。痛い!ね。薬草がなけりゃ今のでね、もうすごいことになったからね。いや、死んでたから、もしかしたら。すげえ悲しいですね。よし。さて、通常弾、いい感じに打ち込めるんですけど、やっぱ通常弾はね、近距離から撃たなきゃいけません。そして、3弾は、遠距離からでも近距離からでもダメージは変わらないと、ね、偉い人が言ってましたので、ね、3弾使っていきましょう。うん。なんだっけ。貫通弾使ってもいいかもしれないんだけど、貫通弾、あいつなんか体細いじゃん、長いけど。だからちょっと、当てにくいかなと思って、ね、そっちはちょっとやめておきましょう。さて、じゃあ3弾でぶっ殺しましょう。行くぞー!よし。ワンパンだから。怖い。俺がこれワンパンでしたら次切ないからね。やめとこ、こういうこと言うのは。よいしょ、痛い!もうやだ、僕やめろってそういうとこ置くの。ねえ、親友でしょ、俺たち。よし。実は当たってますね。いいぞ。よし。これ。いや、壊れるんですよね、やっぱ壊れるんですよね。いいぞ、そんな当たらんからな。当たってる。あかね、地味にそういう攻撃痛いからさ、やめてくんないかな。さ、トグロを巻いて、地面に潜る。バイバイ。さ、移動じゃなければいいんですけど。移動かこれ。あ、移動するのか。なんか移動が増えてきましたね。これはもう、死にかけってことなんでしょうか。ちょっといまいちつかめませんが。まあ、死にかけだと、ね、希望を持っていきましょう。希望前に進む。任せてください。よし。さあ、俺こいつをね、さあ、ね、討伐するとき結構時間かかったんですよね、ほんと。なぜかというとね、ペイントボールをつけ忘れて、まあ、事故が起こってしまった。ご飯タイムか、お前。ねえ。あれなんですよね、すごいね、5分ぐらいこいつ探し回ってさ、どうしよう、また、あれだよ、なんか、取り直しじゃねえかとか言ってたんだけど、で、なんか、いい感じに、ね、途中ギリギリ見つかったんでよかったんですけどね。ね。さあ、初討伐の時は、20分針でしたね。20分針。まあ、20分、ね、何秒かかかって討伐って感じだったんですよ。で、今回は何秒短縮することができるんでしょうか。ちょっと待って。これマジひどいぞ。ちょっと待って。やだ、俺。これもう一回取り直した方がいいんじゃないか、これ。待って。でもそんな俺根性ないぞ。よし。何してんの?またご飯タイムか、お前。まあ、ご飯好きだね。ねえ、デブになるぞ。よし。さて、移動でしょうね。さよなら。よいしょ。さあ、これはどうなんでしょう。まだ眠ってるっていう感じでもなさそうです。正直やばい。ちょっと待って。助けてくれ。今回全然うまく戦えてない。まあ、こういう時あるよね。まあ、たまたま、そういう回が今回来たってだけで、ね、大したことありませんよ。いつもはうまいんですよ。皆さん、この動画見てるあなた。あ、寝てるじゃん!やったぜ。あー、でも、爆弾ないな。支給品がね、今届いてるはずなんですけど、そこに爆弾あると思うんですよ。でも今回ちょっとないようなので、ね、この、拡散弾でいきましょう。ドーン!弾け飛べ。いやー、俺が食らう!拡散弾の拡散具合がよくわかんないんだけど、よし。あ、くそ、うっとしい!さあ、飛べない、行こう!拡散弾!弾け飛べ!ちょっと待って!いけ!よし!で、うまいこと逃げろ。よし。
さあ、あと三段で、ボッコスかしましょう。おーおー、怖い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 。いや、これ諦めて撃つ。違う、ダメなの壊れんじゃなかったのかよ、あの弾。あ、ちょっと、ここで死んだら、動画撮り直します。待って、ほんとやだ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 。ほんとやだ。邪魔。なんで、出れない、ここから出れない。ここから出してくれ。ちょっと。そう、なんだこれ、何してんだ？次楽しそう。人生楽しそう。よし。いや、この長いからとかやっぱ鬱陶しいわ、こいつ。さあ、めげずにね、打ち続けましょう。よし。鱗打ってきたらサービスタイムです。ね。このまま気にせず打ち続けましょう。痛い、当たったんだけど待って、まずい、もう、こいつ大嫌い、死んでくれ。あー、乗り越え、よし。もう、でも、こいつに囲まれてめちゃめちゃ困る職業って、なんだろう。ヘビーボーガンぐらいじゃないの？どうなんだろうね。なんか他の職業で武器、いい感じに納刀したら、すぐ避けれるじゃん。それヘビーボーガンもじゃん。全員、いきますね。俺、ガラガラじゃらすげえ嫌いだったんだけど、みんな、今回の一件で。皆さんどうですか？あ、動画撮り直、あー、大丈夫はい、待って、キス顔やめろ。ちょ、これまずいって、マジで。お疲れ様でした。動画撮り直すか。な。動画撮り直すか、これ。じゃあな、みんな。お疲れ様でした。あー、もう最悪だ、これ。最悪だ、これ。もう切ないってレベルじゃない。いや、もう動画撮り直すぞ、もう。いいや。あげるか、これ。これ見てるみんな、あれです。飛ばしてください。今ね、あれなんですよ。ね、わかりますか？オープニングの事件を。覚えてますか？まあ、あれがあったせいで、僕今悲しみに打ちひしがれてるんですよ。ね。そういうところを考慮して、今回は皆さんもね、まあ、そういう時もあるよって、ね、慰めてください。慰めてください、僕を。ね。そのあたりでよろしく。ね。さて、まあ、この爆弾で多分モンスター倒せるということなので、ね。次回の動画の説明しておきます。さて、このガララージャル討伐してね、次回出てきたモンスターが、なんとゴアマガラ。ね。ゴアマガラが出てきました。ね。ゴアマガラが出てきてね、次回ゴアマガラを探索してこいやって言われました。ね。筆頭ハンターたちがみんなね、死んだんですよね。かわいそう。ね。よいしょ。さてね、それと、あともう一個が、なんだっけな、リオレイヤーですね、リオレイヤー。どー終わんないの？ね、リオレイヤーを討伐してこいやっていう風に言われましたので、次回、ね、リオレイヤーかゴアマガラをね、討伐したいと思います。皆さん、ね、これ終わると思ってるのに、どうしたらいいんでしょうね、これ。ね。終わるんでしょうか、これ。ちょっと待って、まだ移動するの？おい。今回の動画やばい。やばい。俺土下座しながらアップしますね、皆さん。アップロードボタンを押すとき土下座してますので、皆さん。なんだこれ。こういうときもあるよな。な。こういうとき、イケメンの実況生主っていう奴らはね、そうですよ。多分、うまいこと編集して、かっこよく決めるんでしょうけど、基本的にヘビーボーガンは、ほぼノーカットでお送りしておりますので、皆さん、ね。やりましたね、皆さん。やりましたね、皆さん。ちょ、待って、まずい。なんで、まひってんの？待て、まだ、におちおやだ、大丈夫、入るか、半分ある。あ、猫の、猫飯の防御術が発動してますね、いいことだ。ちょっと待って、これ、本当に。え、こいつって、なんでこんな体力あるの？おかしくない？痛い。
うまい。今の避け方すごいですね。なんか知らんけど。よし。さあ、移動でのようです。よっしゃー、倒したぞはい、というわけで皆さんお疲れ様でした。見事ガララージャラ討伐することに成功しました。ね。いやー、あっさりでしたね。ね。はい。じゃあ今回は動画ちゃんと撮れてますよね。大丈夫。ちゃんと画面確認したんで今回はね。さあ、これアップしますけど皆さんね、怒らないでください。はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。また次回のね、動画。多分、リオレリアかな？リオレリア倒したらね、なんだろう。新しいヘビーボウガンが作れるんですよ。このね、今使っている武器から、リオレイヤーのヘビーボウガンへ、進化をすることができますので、そちらの方をうまいこと使って、行きましょう。というわけで皆さんお疲れ様でした。どうぞ。ね、ヘビーボウガンでクリアできるのがパート15だよね。15ね、バーサスガララアジャラでした。ね、はい、次回は、ね、もう動画撮り間違えしないように、しっかり気をつけたいと思います。またね、バイバーイ。何もらえる。よし。